はい。大和ピュアラブです。大阪府知事の吉村さんと大阪維新の会、イソジン・塩野義製薬、中国共産党、アメリカ CIA との親密な関係についてお伝えしていきたいと思います。イソジンを販売している塩野義製薬は8月に 上海に中国平安保険集団との合弁会社、平安塩野義有限公司を設立するそうです。塩野義製薬は大阪万博のスポンサー企業です。こちら、塩野義製薬があります。 大阪府知事の吉村さんのイソジン発言の直前に中国人投資家たちから塩野義製薬に大量の買い注文があったそうです。テリー伊藤さんも吉村知事のイソジン情報がすでに1時間30分前には出回っていたとサンデージャポンで証言していました。 そのことから大阪の吉村知事がイソジンの塩の義製薬中国共産党との関係が言われていますが吉村知事はアメリカ CIA 参加のチャイニーズマフィア系のトライハードの広告等もやっていますこちらになりますこちらは トライハードのミュージックサーカスに出演した時の吉村知事の様子になります。吉村知事は中国共産党、アメリカ CIA とのつながりは昔からということです。吉村知事、中国共産党、チャイニーズマフィア、中国企業、アメリカ CIA、 という関係です。大阪維新の会代表の松井市長のバックは、アメリカ CIA エージェントの笹川良一さん、笹川洋平さんなどです。松井市長の経営する電気工事会社は、笹川会長の墨の絵協定の電気工事を受け負っています。つまり、松井知事、 大阪維新の会もバックはアメリカ CIA ということになります。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。